神々の共演は、イタリアの画家ジョバンニ・ベッリーニにより1514年に描かれ、画家ティツィアーノ・ベチェッリオにより1529年に画筆が行われた絵画である。神々の祝祭とも。ベッリーニの晩年の作品であり、自らの弟子たち、中でもジョルジョーネの影響を受けていることが伺える。ワシントンにあるナショナルギャラリーに収蔵されている。古代ギリシャの神々が集っている場面が描かれている。画面左端に見えている半人半獣の姿を目印とするサチュロスは、その性格から淫欲や悪徳の擬人像とされる。その隣にいる赤い服を身につけている男性は、田舎の神、シレノスであり、連れているロバが目印となり、怠惰の擬人像とされる。そのロバの前でワインを酒樽から注いでいるのは、ワインが入れられたグラスと頭につけたブドウの葉の冠を目印とする酒の神、バッコスであり、しばしば豊穣の擬人像とされる。バッコスの近くで白い服を身につけて座っているのは、商人や旅人の守護神、メルクディウスであり、杖とヘルメットが目印で、理性と雄弁の擬人像とされる。メルクリウスの近くで緑の服と赤いマントを身につけて座っている男性は海の神ネプトゥーヌスであり、付近の地面に置かれている三つさの矛が目印となり、水の擬人像とされる。ありがとうございます。